キバラコサ北田2024。はい、2024年4月21日。ほんとこれね、昔はゴールデンウィークって流氷とかあったんですよ。ほんとにこう暖かくっていうかね、なったっていうか、いやいや、とりあえず今年初のヒバラコを楽しみに、一匹釣れればいいと思ってますから、今日はね、はい、遊びたいと思います。小高スロープ、こんなん、チャンサブさんの後ろに立ってるあのニューウェポン、どうすっかなと思ってるんですけど、
し。来たねコロコロやで、コロコロやで。しょっぱながら、しょっぱながら草さんのやだから、コロコロやで。2024メガサブさん開幕、2024メガサブさん開幕です。もう帰っけ、もう帰る、まだ8時にもなってない。メガサブさん開幕よ。昨日はねえな、800、900ぐらいあるんじゃないか。来たー今年も楽しませてもらいますよ、これ。イエーイ。ハマジ釣ったよ、クランクで。ハマジ。クランクで釣ったのよ。いらっしゃい。いらっしゃい。え、ありがとうさん。え、重さいいよ。ありがとうね。今年もよろしく。ブイーン、ビューン。はい、そんなわけで満足っすわ、もう満足。コールドウォータークランキング満足です。あー、なるほどねって感じ。わかった、わかったとか言って、一匹でわかるわけじゃない。ライブショープでクランク映して下からうわうわうわって言ってくるんだけど、うん、メガサブさん、そういえばですね、昨日あのここ来る前にエビスサーキットで遊んでたんですけど、その時に初めてあの日本松市にあるマンサイドユーバラに寄ったんですよ。今度ね、気になるものを実は手に入れてきてたんですよ。で、箱欲しい船に持ってくんなって話ですけど、ジリオン、ちょっと気になっから使ってみてえな。使ってみてえから糸巻くか。めっちゃ眠くなってきたぞ。ちょいちょい、もうこれ
これあら、はい、かっこいいよねスモール。まあラージもかっこいいんですけど、このスモールのこ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 のみたいな。はいはい、ありがとう。はい、そんなわけで GoPro 電池切れちゃってて途中から撮ってないっていうか、結局2匹しか撮らなかったんですけど、まあ早上がりでもう3時になるかなぐらいでもう帰りたいと思います。そんなわけで今年も始まるメガサブさんの週末北塩原村村民生活、こうご期待。ではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントとよろしくお願い申し上げます。さだなみ。